エリー、土屋の車の話。テリー土屋の車の話始まりました。はい、ありがとうございます。今回もね、見ていただきまして嬉しいです。よろしくお願いします。3月ですよ、3月、はい、3月、もう3月ですよ。あ、いいですね。何かありますか、春は。春は縁起のいい方向にいつも行くんですよ。へえ、何ですかそれ。あの五号札とかそういうのいろいろがあるじゃないですか。その、うんうん、この日はこっちの方向に行っちゃいけないとか、うんうん、東西南北あります、あります。あ、そういうのあるんですか。あるんです、うん、だから箱根の神社行ったり、九州の太宰府に行ったり、いろんなところに行って、縁起のいい日はこの方角に行きなさいっていうのが決まってる、昔から。え、それ春の時だけされるんですか。そんなことないでしょ、一年中ですけども。一年中ですか。わー、すごい。春は薄着で行けるじゃない、うんうん、だから楽、とっても楽。僕ね、この仕事して初めて土屋さんからいい話を聞きました。今まで人生の何の参考にもならないと思ったんですけども、特にここのオープニングで初めて聞きました。今まではね、もう女の話しか聞いたことなかったので、初めてでしたよ、今日は。初めて。あ、そう。やっぱりね、普段悪いことしてるからね、かなり頼るしかないんですよ。身を清めようとして、うん、どうですか。いや、私本当ごめんなさいって感じなんですけど、春大嫌いなんです。なんでなんで嫌い。私桜が本当嫌いで、もうほら、もう申し訳ない、もう国会って言うんですよね。私桜の花大桜に嫌いなんで、本人ってさ、いる6人しかいない。でもなんか花として、いや、花として腹立つんですよ、桜。なんで。じゃあ桜って、なんかそのだって、あの瞬間しか花が咲かないじゃないですか。その時になんかもう、さあ私が来ましたみたいな感じで咲く、あの感じがなんか嫌いなんですよ。あのね、桜嫌い。悪い男と付き合ってました。俺聞いた。俺ね、そういう風に桜を分析する人って初めて。え、本当ですか。いや、だってさ、1年長いのに一瞬しか自分のさ、うん、このなんか季節はないわけじゃない。いやー、だって花ってそれぞれみんななんか開花してるのに、なんで桜だけあんなニュースも来て、なんか取り上げられて私を見てくださいみたいな感じしてる。あの花でブワーって散っていって、もう、ね、なんか汚くなるじゃないですか。桜に入れ墨してくださいよ。桜吹雪、桜吹雪、俺がやってあげるよ、それさ。背中に桜吹雪。そんなことは置いといて、今回はですね、はい、あのお二人に顔が可愛い車、うん、をちょっと選んで、そうですね、まあ、美しい車、女性かな、可愛い美しい、はい、あの前回、はい、イケメンな車をちょっと選んでいただきましたけれども、うん、今回は美人な車、はい、なるほど、うんうん、どうですか。美人系はちょっとセクシーな美人系。お、そうだそうだ、フェラーリディノ。ああ、これはセクシーな美女ですよ。あ、これはね、ね、これは美しい。これは実はもうフェラーリの中でも一番、今はもうフェラーリは当たり前なんですけど、大型化してるんですけど、はい、これはもうね、どん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 値段上がってますよね。上がってます。多分これ一番安い時って600万円ぐらいで買えたんです。マジ。そうです、600万円ぐらいで買えた時期があるんですけども、はい、今やこれ4000万円とか。いやー、全然する、全然する。そんなに4000万円、まあ、ちょっと分かりませんけど、下手したら6000万ぐらいでね、クッキーのいいやつ、うん、いや、もうしばらくすると1億になりますよ。リードってのはあれですよね、あの女性のね、名前ですよね。あ、そうなんですか。確かになんか女性らしい、ね、女性らしいですね。セクシーなボディなんですね。そうですね、ボディも綺麗、美しいですね。確かにこれはね、もうこれはもういいでしょ、最高です、はい、高級な女って感じですね、はい、で私はですね、テ、はい、リさん、この車なんですけど、イスズのですね、実は117クーペ、はい、ほう、これ初期型ですね、うん、これどうですか、これこれエロいですか。当時のこの1960年代の頃だと思うんですけども、うん、こんなにセクシーな車はなかったですね。これで後ろのテールランプがね、うん、初期型でこれ DOHC なんで、うん、小さいんですよ。あ、そう。それが本当にセクシーなんで、うん、もう当時の日本車は全然こんな車なかったのに、ないないない、あ、なんかヨーロッパの車みたいな感じがして、うん、これだって本当になんかいいなと思って。あれですね、今はみんなほら、あのドアミラーになっちゃったり、うん、フェンダーミラーになってますよね、うん、ミラーがフェンダーに、かわいい、かわいい、これがまたいいですね、ね、フェンダーミラーかわいいですよね。だから本当にこの車、今もこれもいいやつだとどうだろう、600万円、600万円しますよね、うん、この117は
もう名車中の名車、うん、今でもいいですね。でもちょっと意外です、テリーさんが思うこういわゆるエロい顔立ちの車これなんですね。うん、まあなんかこう、まあ、優等生な顔の雰囲気でした。まあ美人さんだね。はい、そうだね、うん、エロいんじゃなくて美人さん、美人なってことです、ね、品のいいね、品のいい、そう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 、うん、うん、はい、まあそんな感じですね。はい、はい、じゃあ今回はですね、飯星さんをお迎えしまして、飯星さんが選ぶ歴代の企画の中で、うん、これは良かったと思う企画をランキング形式で、はい、ご紹介いただこうと思っております。お願いします、はいはい、では参りましょうか。昔キャデラックに、うん、赤外線を使ったナイトビジョンという装備がありまして、うん、はい、真っ暗なところでも、うん、そこの道の片隅に人間がいたり動物がいたりすると見えるという装備なんです、うん、これテレビでコマーシャルやってましたよね。あ、そう、うん、あのナイトビジョンで鹿が出てきたりして、うん、でなんかあで車がね、あ、真っ暗なんでも見えるという感じで、それでそのナイトビジョンの試乗会というのが夜ありまして、うん、はい、ただ行って見えた見えたって言っててもしょうがねえだろうということで、うん、あのケニア人はすごく目がいいと、うん、で遠くばっか見てからね、うん、すごい遠いところ暗くても何でも見えるらしいから、うんうん、そのケニアの人連れてって、うん、どっちがナイトビジョンとこのケニア人ってどっちがよく見えるんだというのを対決もう完全にあれですよね、うん、ケニア人バカにしてますよね。バカにはしてないよ、尊敬です、尊敬の、ね、はい、目を込めて、で、まあ、やりまして、でですね、うん、この試乗する前に僕、うん、あのこれ僕担当したんですけど、画用紙に、うん、の真ん中に小さくラブって文字書いて、うん、すごい遠くから見えたら入って、うん、見えたら言ってって言ってパー近づいて近づいて近づいて、うん、ものすごい遠いところでラブって言ったんですよ、すごい、やっぱよく見えるんだなっていうのをまあありながら、うん、じゃあ実際にすごいってことを見せておいて、はい、そうです、そうです、はい、今試乗したんですけど、うん、あの車の勝ちになりましたっていう話です。なるほど、最高の企画ですよねこれ。すごい企画、ね、微妙ですね。なるほどね、車対人間とてもシュールでしたね、うん、いいですねこれ、はい、これはいい企画です。これがですね、はい、Z33 フェアレディ Z が出る前に、はい、うん、ベストカーってあのスクープ情報を命綱といいますか、うん、いつもやってるんですけれども、だいたいスタイルが分かりましたとなって、うん、それをまた CG で普通は作るんですけど、もうちょっとなんか違うやり方がいいよねということで、うん、実写で作っちゃおうと、その、うん、デザインの情報が入っているので、うん、新型 Z のような形に実写で作ってやりましょうっていうふうにやった企画です。すごい、うん、はい、でそれを見したんですか誰かに。そう、あ、ゴーンが見てますねこれ。あ、ゴーンが見てんだ。そう、こんなの作りましたっつってゴーンに見せて、本当か、写真も載ってる、で、まあ、笑ってたっていう話、うん、いやこのニュー Z、うん、ライト形状はちょっと違うだけ、いやあんまり似てなかったですねこれ見るとね、うん、似てない、あんまり似てないですね。よくこんなもの作ったもんだよね。すごいですよねこれ。面白いことやるよね。これは面白い、ね、壮大な企画がありましたね。これでポイントは何かっていうと、うん、それだけニューZっていうのに世間がなんか注目してたというか、うん、待ち望んでいたんだよね。それは間もなく発売される Z にも言われるんじゃないですか、うん、新型 Z ってものすごくね、うん、この前実はあのオートサロン、うん、飯星さんと一緒に行ってきたんですよ、うん、あのなんかいいですよね、うん、やっぱりため息が出る車だから憧れるもんな。まずは第3位お願いします。はい、おお、はい、好きな車 NSX かっこいい。ね、NSX ってあんまり評価されない車で、確かにそれで販売も中止になってしまうんですよね、うん、短命ですよね、2、3年で終わっちゃったのかな。そうですね、
なんですけど僕はですね、このデザインも好きだし、あのハイブリッドで電気とこう組み合わせて、でパワーマルチすごく好きなんですよね、で土屋さんがよくあの NSX で、群裁あたりで全開で走ってるのを見ると、確かに運転しにくそうだなっていう感じはあるんですけれども、まあ、自分はそういう運転はしないので、行くのだなと思ってます、ワインディングで神戸で乗った時は素晴らしくいい車、もう本当なんかもう4輪とも電子制御なんだよね、でミッドシップエンジンでドシッとしてて怖いところは何もなくて、ものすごくフロントの接地感もいい、だからこれがそのベストモデリングでサーキットに持っていったら、そしたらね電子制御がこういきなりこうカクカクカクアメ車みたいに動く、今時の電子制御ってこうものすごく制御が精密だよね、それがその限界域に行くとこうカクンカクンって動く、僕にはちょっと運転ができないかもみたいなそういうニュアンスになっちゃう、もうこれはダメな車だって言えないわけ、本当に街中はどうですか、街中めっちゃいいですよ、めっちゃいい、だからサーキットなんかは走んない人にとってはめちゃくちゃいい車、これ普段乗りはすんごくいい、僕もこれ運転させてもらったんですけど、結構ガサツなところあるじゃないですか、まあアメ車ですからしょうがない、そうなんだからすごくそれはびっくりしたんですよ、はい、日本人が作るからもっときめ細かく作るのかなと思ったら意外と荒っぽいんですごく新鮮だったんで裏切られたみたいな、おそらくこの NSX ってアメリカマーケットを狙ったと思ったんです、そうです、だからあこれアメリカマーケットを狙ってるから意外とガサツ、まあ、ガサツって言葉はちょっと危ないです、まあそれが僕は新鮮で良かったんです、トヨタで絶対作れない、あ、はいはいはい、車のような気がしたんで、でもこれが第3位ですね、第2位は何ですか、第2位を見てみましょう、こちらです、おお、ロードスター、これはもう走りに行きました ね、 ね、これはもう日本のアイドルカーですね、あ、これの良さは何ですか、いやもう本当に人馬一体ってこういうこと言うんだろうなっていう車ですよ、この大きさといい車重といいオイルベースとレッドといい人間が操作するのに最も分かりやすい大きさですよね、重量も、だからよくできてる、これは井上さんどうですか、良さはゆっくり走ってもオープンで気持ちいいし、飛ばしてもあのちゃんと、ハンドリングもいいし、で値段もそんなに高くないし、300万ぐらいですか、そうですね、350ぐらい、運転が好きな人だったら誰でも好きな車なんじゃないかな、そんな気がします、あとデザインもなんか、これもマツダの顔ですけども、非常になんか品のいいね、綺麗、ね、綺麗なね、世界にないですよね、マツダはデザインがうまい、そうなんですよね、もうそのラインの処理の仕方とかね、曲線の処理の仕方とかうまい、で室内もね綺麗、でハードトップだけ2リッターがあるんですよ、だから2リッター乗っちゃうともう 1.5 乗れなくなっちゃう、あ、まあそれはそうかも、では第1位を見てみましょうか、こちらです、出ました、メガーヌ、メガーヌです、これは、はい、これはどういう理由で、これね、デザインが好きなのと、僕もともとルノーの乗り味っていうのがすごく肌に合いましてですね、どれに乗ってもあの好きなんですよ、はい、で買っちゃいました、はい、買いました、はい、いやいや実は今日乗ってきてくれてるんですよ、あ、そう、で今まで実は井星さんはあのゴルフの GTI を乗っていたんですけども、でもいろいろ話して次何買うのって話をしていて、いやこれを買ったってもう半年ぐらいですか、半年待ちましたね、で奥さんと子供がね、もう買わなくていいと、もうもっと小さな幸せを望もうと、でもうそのね止めてたのにその手を振り切ってですね、右手で反抗しちゃったんですよ、そういうことですよね、作り話です、作り話です、全部作り話です、嘘でした、そんなの 1% も合ってませんねでも3年かけました、3年かけました、あ、そう、この車欲しいんだよな、でも高いからな、奥さん言ってますね、ずっと言い続けて、ほらやってね、なんか洗脳してたんですよ、洗脳させて、して500万ぐらいしますよ、500万しましたね、ね、はい、僕は個人的にはね、この色は好きなんです、私もこの色かっこいい、いいでしょ、はい、めちゃかっこいいと思った、これいいんですけども、イーボシさんはこれを選ばなかったんです、え、何色にしたの、ね、ガンメタみたいなグレー、濃いグレー、おー、あ、それこれだけはね、いいじゃないね、なんか吉原の桶みたいで、
ちょっと待って今ね、その今の話の中に一つも吉原ってことが入ってこないですよ。何ですかその失礼だ。もう3年かけてせっかく口説いてるのにこの色いいじゃないですか。なんでこの色にしなかったんですか。これこのね、この色だけは強硬な反対にあっちゃうんです。そうなんだ、はいはい、とは言っても中に乗っちゃうけど、実際まだどのぐらいですか。まだね100キロぐらいです走行距離。だからいろんな部分がタイヤも硬いし、いろんなものがまだ硬いんですけど、まあ、これから馴染んでいってくれるといいかな。これは10年ぐらいですか乗るのですか、うん、僕一回乗るとすごい長いんで、その可能性は、ね、10年ぐらい乗りたいよ、はい、めっちゃいいですよ。いいですか。昨日走ってきた俺。そうなんですか。そうなんですか。あ、そう。めっちゃいい。騙される。これ2リッターターボでしょっていうぐらい。あ、そうです ね、 ね。でもなんでこういう車って日本ってないんですか。まあだからこれに対抗できるとしたらシビックタイプ R しかないですよね、いやだけどこのルノーのいいところってやっぱあのステアリングのシャープさだとか、どっしり感、フロントの裏切らない接地感、あとはそのシフトフィールもいいし、シフトフィールのすぐそばにサイドブレーキがついてるんですよ。だから俺的にはいざ何かあったって前からぶつかる雪道雨の日、ああぶつかるっていう時にサイドブレーキ引いて後ろからぶつけて家へ帰れる。前からぶつけちゃうとラジエーター行っちゃうからもう帰れない、うん、なるほど。だからすごくよく考えてるのこのルノーって。すごいいい車これ。うん、でもさすがですね、好きな車ベスト1はやっぱり購入されるという、買っちゃいました。偉いよね。偉い。最後になりますが、飯星さんに今年注目すべき車業界の動向を伺ってみたいと思います。やっぱりね、電気自動車になっちゃうんですよね。春から夏にかけて、結構な数の電気自動車が出ます。三菱と日産の軽自動車の電気自動車、それからトヨタは BZ4X、その共同開発者のスバル、ソルテラ、それと日産のアリア、それもその頃に4月から6月の間にデリバリーが始まるということで、おそらくあの一般メディアで電気自動車が取り上げられる機会が増えそうだなと思っているので、やっぱり2022年特に前半は電気自動車が話題になりますね。なるほどね、注目ですね。まあ、今それこそ本屋さんで車の方を買ってくれるっていうのはもうマニアだと思うんですよ、その人たちがマニアがEV の車を興味を持つかどうかっていうか、そうですね、まあ、レシプロだからいいとかっていうね、そのなんかね、せめぎ合いが難しいですね。難しいだろうね。やっぱり電気自動車の本をわざわざ買うかな、そこは難しいと思う。でも結局マイノリティになっていっちゃうから、そっち側ばっかやってると。だからメジャーを狙うとなると電気自動車の車でさらに面白くものを作っていかないと未来はないですよね。難しいところだね。はい、まあ、イベントだから頑張ってくれると思います。はい、はい、今日はありがとうございました。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 フルーツチャンネルでは放送で使われなかった未公開映像も公開予定です。ぜひチャンネル登録お願いします。